白木理一郎9月20日から2004年1月25日は、日本のプロ野球選手、政治家。日本プロ野球界出身者初の国会議員。創価学会の会員であり、初代大阪支部長、次いで、初代関西総支部長も務めた。池田大作の妻のいとこにあたる。また、池田の著書、人間革命に登場する、春木誠一郎のモデルともなっている。1937年に慶應義塾商工学校野球部のエースとして、春の選抜大会及び夏の全国大会に連続出場。春は2回戦で、中京商業の野口二郎と投げ合うが0から4で敗れる。夏は東京地区予選前に右足首を亀裂骨折するが、自らギプスを壊して準決勝、決勝を投げ切る。甲子園では再び2回戦で、中京商業の野口と投げ合うが、延長11回1から2で敗れた。慶應義塾大学進学後もエースを務め、通算27試合登板10勝2敗の成績を残すが、1941年に王将される。戦後の1945年11月18日に行われた復活オール早慶戦では、延長11回を投げ切り関東勝利を挙げている。1946年にセネタースに入団し、背番号18をつける。同じく新人で、明治大学出身の大下博士と共に人気を集め、この二人が漂わせる雰囲気が、セネタースに都会的なカラーを与えたという。同年4月28日の対ゴールドスター戦で、初登板初完封を無四球で飾ると、新人ながら30勝防御率 2.58 で、最多勝利のタイトルを獲得。翌1947年は7月6日、対南海戦で3度にわたって、野戦を犯した、挙句サヨナラ負けするなど、9度もサヨナラ敗戦を喫する。一方で、シーズンでは26勝防御率 1.74 で、今度は、最優秀防御率を獲得した。1948年は6月初旬まで3勝6敗と、これまでの酷使のためか調子を落とす。さらに6月12日対中日戦では、初回に3点を失うと、6から7回で10安打を浴びて7失点、さらに8回無視から3連打を浴びてノックアウトされ、結局7回で20安打13失点の大乱調となった。シーズンでも7勝12敗に終わる。1949年は、片山博士と並んで、チームトップの16勝を挙げるなど復調。1950年は開幕戦となる3月12日の大栄戦で無四球完投勝利を飾ると、3月中に、すべて無四球完投で3勝を記録。さらに、4月12日の毎日戦から5月8日の近鉄戦まで4試合連続無四球完投するなど、開幕から5月25日の阪急戦8回にかけて連続74イニング無四球の当時の日本プロ野球記録を樹立する。しかし、この頃の白木は全盛期を過ぎており、球威不足を制球力で補っていたが、無四球が40イニングを超えるあたりから記録を意識しだしたためか、早いカウントから甘いストライクを投げて、安打を打たれるケースも散見された。シーズンでは、米川康夫に次ぐ、14勝防御率 3.38 を記録している。1951年は、肩の故障により4勝に終わると、シーズンオフに阪急ブレーブスに移籍。しかし、1952年は、未勝利に終わり、同年限りで引退。抜群の制球力を生かして、巧みな配球のコンビネーションで勝負した。投球在籍中は、相手の打者が、ピッチャーゴロを打ち諦めて走らないと見るや、白木はそのまま一塁手の飯島茂也に送球せずに、捕手の熊上武彦に一旦送球して、熊上が飯島に送球する、投げほごろというトリックプレーを、たびたび見せていた。しかし、スタンドプレーであるとして、チーム内での評判は芳しくなく、ミスをすると負けにつながるとして咎める声もあったという。なお、1947年4月18日対、近西戦の2回に6番打者駒井博文のゴロに、対して初めてこのプレーを見せ、同年のシーズン通算で延べ18人の打者に対して行っている。他にも、一塁送球をゴロで投げたり、二塁に投げて、併殺のように見せたりしたことがあった。選手層の薄かった投球では器用さを買われて、内野手、外野手も務めたほか、代打本塁打を打ったり、本当を決めたことがある。年度別投手成績。ありがとうございます。